やあみんな、今日も黄金鏡作りに励んでいるかい？ Finally! ということで今回は仮面ライダーガッチャードのケミーカード101種類プラスおまけで亀ドンの全102種類、そのモチーフとして採用されたものが歴代仮面ライダーに使われたことがあるものかどうか見ていく動画だぜ。今回が最終回。今回はコズミック、ファンタスティックのケミー20枚とニジゴンとカメドーンを紹介していくのだ。忘れや抜けがありそうなので、ぜひ問題箇所を見つけたらコメントでつっついてくれ。では行ってみよう。コズミックケミー。マーキュリン、モチーフは水星。マーキュリーパワーを生み出すマーキュリー回路を持つ仮面ライダー X が当てはまるだろうか。キンキラビーナ、モチーフは金星。金星ライダーや金星アイテムはない。クライマックスデカのキンタロスが悪人のたまたまをガッチャして、これが本当の金星やと発言したくらいだ。ご機嫌メテオン、モチーフは隕石。隕石ライダーは名前そのままの仮面ライダーメテオ、メテオストーム、メテオフュージョンステイツ、メテオナデシコフュージョンステイツ、多くは語らないが、仮面ライダーケタロス、隕石のごとく地上に落下し現れた銀河。都市部屋隕石は兜における大きな事象だ。ネミネムーン、モチーフは月。月の神秘を力に変えるルナメモリを使うダブルルナトリガー。名前に月の入る残月、残月神。ライダーとしては扱われていないが、シャドウムーンもここで紹介しておこう。ついでにリブート版のシャドウムーンも、月の目から力を得たレジェンドアーク。技としては仮面ライダースーパー1のスーパーライダー月面キック、牙のダークネスムーンブレイクなどがあるね。そして月そのものを武器として活用したゲームゴッドマキシマムゲーマーも。ファイアマルス、モチーフは火星。仮面ライダーメテオが使うマーズブレイカー。火星の王ヒベルナージュはフルボトルの浄化に尽力、特にクローズビルド感を作るのに力を貸してくれたよな。そして火星で発見されたパンドラボックスは火星アイテムとして数えて良いだろう。良いのか。グランドサタン、モチーフは土星。仮面ライダーメテオが使うサタンソーサリー。ザ・サン、モチーフは太陽。太陽ライダーは敵からさん付けで呼ばれるではなく、太陽の名を冠した仮面ライダーブラックことブラックさん。太陽の子仮面ライダーブラック RX。太陽の光を受けて変身、バリトシャイニングフォーム。太陽の神の異名を持つ仮面ライダーカブト。オズギンガ太陽フォーム。太陽を意味するソルという名前を持つ生命体が変身するナデシコは関係あるかな。リブート版のブラックもいるね。太陽を背に放つ戦ジャッジメントも忘れてはいけない。ナゴさんは最高です。聞こえないな、もっと大きな声で言いなさい。ナゴさんは最高です。うるせえ。いやい。ジュピッタ、モチーフは木星。仮面ライダーメテオが使うジュピターハンマー。宇宙開発のための宇宙船ジュピタースーパー1も仮面ライダースーパー1に登場。クロアナ、モチーフはブラックホール。ブラックホールライダーはエボルブラックホール。ガイアード、モチーフは地球。やはりここは地球の記憶、ガイアメモリで戦うダブルのライダーたち。地球の核を力の源とする仮面ライダーコア。フュージョンスイッチは地球儀がモチーフだ。クリエイトウィザードリングには地球らしき惑星が描かれているな。9つの世界というか地球、宇宙キター。もう一つの地球をエボルトを倒すための作戦に利用したビルド。モチーフとはいかなくても地球の姿が見える機会はたまにあるね。あとはコズミックと名を冠する仮面ライダーフォーゼコズミックステイツがあるな。ゴーストニュートン魂の両腕は何かしらの惑星をイメージしてそうだが、何かわからんかったからここで紹介。同じくどの惑星かわからないオズギンガ惑星フォーム。日食を表すエクリプスウィザードリングは太陽と月両方の性質を持つ。銀河のケンクロスセイバーも忘れてはいけない。ファンタスティックケミー。ギガバハム、モチーフはバハムート。アルティメットバハムートワンダーライドブックを使うセイバー、アルティメットバハムート。マケンタウロス、モチーフはケンタウロス。ケンタウロスライダーはそれ
が名前の由来にもなっている仮面ライダーケタロスがいるな。ライダーではないがホースオルフェノクのケンタウロスっぷりはかっこいいよな。ユニコーン、モチーフはユニコーン。 G3X が使う近接武器 GK06 ユニコーン。ユニコーンアイテムはエターナルが必殺技に使用したユニコーンのガイアメモリー。プラモンスターのブルーユニコーン、ユニコーンフルボトル。バンフェンリル、モチーフはフェンリル。フェンリル、狼モチーフのライダーはバルルセイバーを扱うキバガルルフォーム。シューティングウルフプログライズキーで変身するバルカンシューティングウルフ。アサルトウルフ、ランページガトリング、ジャパニーズウルフ、ローンウルフとバルカンはウルフだらけだ。あと仮面ライダーなき。仮面ライダーアロコ。狼アイテムはルリオオカミ、黄金オオカミ。インフェニックス、モチーフはフェニックス。視聴ライダーは仮面ライダーオーディエン。フェニックスフルボトルで変身するビルドフェニックスロボ。エターナルフェニックスワンダーライドブックで変身するファルシオン。フェニックスモチーフというわけではないが、不死鳥のフォトクエンをまつわって復活したジンのバーニングファルコンもこのカテゴリーに入れたくなるよな。フェニックスアイテムはボルトフェニックスの力を宿したサバイブカード3枚。仮面ライダーリバイスにもフェニックスなる組織があったな。弱ケルベロス、モチーフはケルベロス。ケルベロスライダーはチェンジケルベロスで変身するブレイブ、ダルク、ダンス、トライケルベロスワンダーライドブックを使うエスパーだ。ゴールデンアランジーナ。ケルベロスアイテムは G3X のガトリング武器 GX05 ケルベロス。白い魔法使いが刺激するブラックケルベロス。首の数が一つ足りないオルトロスモチーフのオルトロスバルカンは欲しい感じだな。ハオーディン、モチーフはオーディン。オーディンライダーはもちろんオーディン。え、何？タイムベント。やあみんな、今日も黄金鏡作りに励んでいるかい？ Finally! ということで今回は仮面ライダーガッチャードの…おい、変なことするな。ギングリフォン、モチーフはグリフォン。仮面ライダービーストが刺激するグリーングリフォンがいる。ロン・ポセイドン、モチーフはポセイドン。ポセイドンライダーはポセイドン。ドラゴナロス、モチーフはドラゴン。ドラゴンライダーは仮面ライダークーガドラゴンフォーム、ライジングドラゴンフォーム。アギト、龍騎、龍がドラゴンロードでおなじみのゼクロス。ユータが変身する電王ガンフォーム、ウィザードラゴンと契約したウィザード。ドレイクが変身するソーサラー、名前に龍のある龍源。ドラゴンフルーツエナジーロックシードで変身するリューク。タイラント、ドラゴンエナジーアームズ。顔面に龍が描かれているゴースト龍馬魂。ドラゴナイトハンター Z で変身するライダーから代表してブレイブハンターゲーマー。ドラゴンフルボトルを使うビルドキードラゴン。クローズドラゴンも使うクローズ。そしてブラッド、シルバードラゴンボトルを使うビルドラビットドラゴン。クローズビルド。ドラゴンスクラッシュゼリーを使うクローズチャージ。ドラゴンマグマボトルでクローズマグマ。グレートドラゴンエボルボトルでグレートクローズ。ドラゴンエボルボトルを使うエボルドラゴンフォーム。ブレイブドラゴンで変身するセイバー。強化形態もドラゴニックナイト、エモーショナルドラゴン、プリミティブドラゴン、エレメンタルドラゴンとドラゴンだらけだ。ジャークドラゴンとジャオードラゴンを扱うカリバー。コモドドラゴンバイスタンプを使うデストリームコモドドラゴンデノム。ドラゴンアイテムはタズロット。ウィザードリングの大半にはウィザードラゴンを思わせる造形が施されている。眠っているウィザードラゴンかわいいね。ドラグレッターやキャッスルドランやシュードラン。ウィザードラゴン、ブレイブドラゴンもドラゴンだな。大きめドラゴンの相棒は結構ありがちみたいだ。タノケミー、ミジゴン、モチーフはドラゴンでドラゴナロスと被ってるのでここは卵で。タメゴ。卵ライダーは恐竜の卵を施したバリットレックスバイスタンプで変身するバリットレックスゲノムだ。バイスが卵の殻から作った盾も印象深いね。さらにデッドマンズを壊滅させる時の全力アタックでは一般家庭でおなじみの卵パック型の必殺技を発動したよ。
オールドスピノバイスタンプも卵デザインだ。怪人が使うアイテムだが、バリットレックスバイスタンプのリペイントなので、オブリビアンスタンプも卵型。プロペラ、ドリル、モンスターのエイズバックルを生み出した卵たちも印象深い。敵が使うメモリだが、親子丼ドーパントはエッグとチキンの合わせ技。言うなればダブルドーパントだね。生卵を一気飲みした朝倉武は、まあ関係ないね。ゴリパ。亀丼、モチーフは亀と戦車。亀ライダーは仮面ライダー電王ロッドホーム。亀コアメダルで変身するオーズブラカワニコンボ。玄武神話で変身するバスタータートルバイスタンプを使うラブコフタートルゲノム。亀アイテムはロックトータス、ブラタザオ、爆走ウサギと亀。オーシャンヒストリーにも亀が描いてある。あ、そうだ。タートルフルボトル。戦車ライダーはアクセルガンナー、タンクフルボトルを使うビルドラビットタンク、メタルビルド、ハトタンクタンク。キャタピラとキャノンがついていて、戦車らしさがある。バースデーもおまけで入れておくよ。アイテムではバンバンタンクガシャット。以上、前編、中編と合わせて102ケミーカードと歴代ライダーとの共通モチーフを終えたぜ。モチーフとして多用されているもの、意外にもモチーフに該当するライダーやフォーム、アイテムが一つもないもの、新たな発見ができたと思う。少しでも面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。こんな感じで当チャンネルは変なこと結構やってるので、サムネが目に入ったらまた別の動画も見に来てほしい。しかしここで終わりではない。過去に上げた2つの動画のコメント欄を見れば、今までまとめたものがいかに不完全かわかるだろう。この動画のコメントもきっとそうなる。抜けや忘れがかなり多かったので、補完となるおまけ動画をあげるよ。次回が本当の最終回。コメント欄で指摘された忘れ物たちを紹介するよ。ではまた。タイムベント、コンファインベント。やったぜ。